すみたやチャンネル、スケスケスケルトン、どうもおしんちゃんでございます。浜松祭りとお酒って切っても切れない関係ですよね。というわけで本日は、三島町にあります斉藤酒店さんの方にお邪魔しております。それでは早速店主の斉藤治さんにインタビューしてみたいと思います。どうもこんにちは。こんにちは。すいません、突然お邪魔しまして。なんのなんのじゃあね、早速ちょっといろいろ聞いてみたいと思います。こちらの斉藤酒店さんなんですけれども、創業はどのぐらいになられます？49年やっております。おー、長い。ということはご主人で何代目になりますか？はい、3代目です。3代目、私と一緒ですね。もう創業以来ずっと酒屋さんをやられてる？いや、僕は異業種にいました。まあ先代がちょっと亡くなってやることになりました。なるほど。じゃあお酒屋さんをやることになって、やっぱりお酒は大好きでよく飲まれるんですか？はい、酒と女は大好きです。あら、僕もね、お酒は大好きなんですけど、女性も大好きです。一緒ですね。はい、はい。もうお店に入ってびっくりしたんですけれども、たくさんの日本酒と焼酎とかいっぱいお酒があるんですけれども、常時どのぐらいの種類のお酒を扱ってるんですか？そうですね、種類だと200ぐらいありますね。200。どのようなお酒が一番多く扱ってます？まあ、日本酒焼酎を中心に、あとリキュール、ワイン、あとウイスキー、その辺を。なるほど。結構ね、このようにお酒も用意していただいたんですけれども、おすすめのお酒とかってあるんですか？そうですね、この今出てます、特に人気のある麒麟山、久保田、そして静岡のお酒で小説、ここら辺がおすすめですね。なるほど。ちょっとね、僕の目の前にカラフルなオレンジ色とレモン色っていうんですかね、のお酒もあるんですけれども、これは珍しいですよね。そうですね、柚子とあと静岡のみかんを使った静岡みかんのリキュールですね。へえ、みかんのお酒ってことでね、まあ、最近女性もお酒飲むようになったから女性におすすめなのかもしれないですね。そうですね、女性もベロベロになっちゃいますね、これ。ベロベロ。そろそろ浜松祭りが、はい、近づいてきてるんですけれども、浜松祭り向けのやっぱご注文も数多く扱われているんですか？そうですね、うちはまあビールとかよりも日本酒焼酎を買っていただいております。なるほど。じゃあ浜松祭りだけで年間の売り上げのどのぐらい占めるんですか？大体5分の1ぐらいは占めると思います。あ、すごいですね。じゃあ結構浜松祭りで売れるお酒っていっぱいあるんですね。で、今年のお祭りのこういうお酒が売れてるみたいな傾向みたいのってあるんですか？そうですね、年齢によって違うんですけども、年齢高い方は日本酒が多いですね。で、僕らぐらいの30代40代は焼酎が多いですね。20代はどちらかというとこういう柑橘系のこういうリキュール系が多いですね。なるほど。年代によって売れ筋も変わってくるっていうことなんですね。で、斉藤酒店さんは配達も行っているんですかね？あ、もちろん時間指定で行かさせていただいております。なるほど。やっぱお酒の配達のイメージだと僕の中ではサザエさんのサブちゃんなんですけれども、やっぱ赤いスクーターで配達されてるんですか？そうですね、赤いスクーターじゃないですけどチャリンコですね。あ、そうなんですね。やっぱお勝手口から入っていく感じ？はい、お勝手からお菓子に行きます。やっぱりそうなんですね。で、浜松祭りの場合、配達先っていうのはやっぱ初子のお祝いをされるご家庭が多いんですか？そうですね、初子の家が多いですね。初子のご家庭だとどういったお酒が出るんですかね？基本的に樽酒と、あとはまあ多少のビールと、あとまあこういった日本酒とか焼酎が出ますね。おお、樽酒がやっぱ浜松祭りといえば樽酒ですもんね。そうですね、やっぱ樽酒をこう皆さんでワイワイやってかぶって
ベロベロでやってもらってますやっぱこうかぶってもらうっていうのがそうですね、そうですね、最後はかぶるんですよねなんかそういうイメージがありますよね結構あのお祭りでよくされる質問で、初子のお祝いに行くんですけどどういったお酒がいいですかっていうような質問、あのお祭り屋さんやっててもよく受けるんですけれども、初子のお祝いといえばこれがおすすめですみたいなお酒ってあるんですか？あ、一応うちのお酒は全部おすすめなので、あの銘柄問わず、あのどちらかというと価格で、あの決めていただいております。あ、なるほど、価格で決める。だいたい価格帯的にはいくらぐらいのが多いんですかね？まあ、大体2本で縛って大体4000円から5000円ぐらいが多いですね。あ、なるほど。じゃあお祝いに行くときは、まあ、4、5000円くらいのお酒を2本っていうのが、まあ、一番多いかなっていうことなんですね。長年お酒屋さんやられてるってことなんですけれども、酒屋さんをやっててこれは嬉しかったなっていうようなときってありますか？そうですね、まあ、うちのお酒が美味しかったよとか、あそこの酒屋品揃えが面白いよとか、あとはまあベロベロになることですねもう一緒にベロベロになっちゃうみたいな感じですね。そうですね、結果的にベロベロです、あと酒屋さんをやってて、あ、困ったなっていう時ってありますか？あ、そうですね、酒屋さん休みがあまりないので、やっぱり皆さんが休んでる時に僕ら働かないといけないので、そこがちょっとなんともなーって感じですよね。確かにそうですよね、ゴールデンウィークも浜松祭りで忙しいからもう大忙し。そうですね、本当は、ね、ゴールデンウィークとかちょっとね、常夏のそういうところ行ってイチャイチャしたいんですけどね。なるほどじゃあゴールデンウィークが終わったらちょっと休むみたいな。そうですね、まあ基本休めないですけどねやっぱ一年中お忙しなわけですね。まだ浜松祭りの準備ってされてない方多いと思うんですけれども、浜松祭りでお酒の準備される方に何か一言ありますか？そうですね、うちに来ていただければいろいろアドバイスもできますので、本当に浜松祭りの間際、本当に5月1日までいろいろ言っていただければ対応しますので、ぜひ来ていただければありがたいです。なるほど、お祭りの裏側も大変なんですね。というわけで今日はお忙しい中お邪魔してすいませんでした。ありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。以上です。毎週金曜午後3時 FM ハロー 76.1MHz 伊藤圭介中川慎介の覗き見レディオスケスケスケルトン。多分浜松の魅力をじゃないやなんかを大体探ります。メールは sk@fmhello.co.jp 待ってます。